はい、それではメタルギアソリッドピースウォーカーの続きやっていきます。というわけでまたかと、ザドルノフ捜索その4、またまたまたマザーベースを脱走したザドルノフを見つけた仕返し失せよというわけなんですけど、なんかもうメインオプスっていうよりかはエクストラオプスみたいな感じになってきちゃったな。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあどうしよっかな、サクッといくか。じゃあまずは野戦服に切り替えて、オッケーかな。シールドは違うな、これソリトンレーダーにしよう。オッケー、まあこんなもんでしょう。一応レーションは持っていって、じゃあ行きます。さあ油断大敵というわけで気を引き締めていきましょう。ザドルノフを探してくれスネーク。うん、おアイテムか、発見。おっと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 、まさかの二人、様子を見た方がいいかな。ピタ。あれ、これもしかして今のは、あ、やばい、来るの、気のせいか、気のせいか。見られそうで見られない。すっごい見られてるけど大丈夫。向こう側が気になるな。動くな。オッケー、お、チャンスチャンス。おーっと、動くな、危ないとこだった。動くな。オッケー、お、機密書類、M1C の気力回復弾の設計図。何それ、スナイパーライフルで敵を撃って回復するってこと。なるほど、しかし気力回復ってあまりいらないよな。このエリアにはザドルノフはいないようだな。怪しい場所はくまなく探すんだ、やつは脱走のプロだからな。脱走のプロって脱走されるプロじゃないの。さあ我が MSF は結構ザル警備ですからね、見張り担当ちょっと怒ってあげたいけど、ここは待って僕ら、おお、あ、スナイパーライフル兵がいるのか、危ない。ソリトンレーダーはなかったらちょっと忘れてた。そっか、本編と同じようなとこだからか、これ撃ったらバレちゃうかな。先にスナイパーライフル兵をやっつけたいな。オッケー、ああいう高いところにいるやつが性能いいんだよね。こっちの方にはいないか。オッケー、さあ回り込んで、えいや、ソリトンレーダーじゃなくてアナライザー持ってきて、まあいいか、とりあえず回収しちゃおう。さてマップの方は二手に分かれているか、どうしよっかな。まずは村の方に行ってみるか。こちらの方に行くと村の方に行くことはできるから、まずはこっちかな。一方通行よりかはね、帰ってこれる方がいい。さてさて、おっと、他に敵はいないかな。動くな。お、今の、お、うっそ、あぶねえ、あいつが発見されちゃうな。動くな。おお、他のことに注意が向いてるから足跡を
足音を立てても大丈夫なんだ。よし、じゃあ回収。村の方がちょっと気になるな。もしかしたら貴重なアイテムがあったりするかも。エリア収容した。まあこちらのコーヒー工場の方にザドルノフがいなかったら戻ろう。おーっと残念、普通のアイテムだ。マグナム？へえ、そういえばマグナムなんていう武器は出てないな。あ、しまった、ヘルメット兵だった。敵襲か。やっちゃった。オッケー、なぜか間抜けにも顔を出してくれた。下の方にはいないか。じゃあお腹を打って。オッケー、音がするな。あれか、お眠りなさい。お違う、あれは上で眠らせたやつだ。あ、いた、さっきちょっとチラッと見えたけど、こいつか。最近の捕虜は結構性能がいいので連れ帰りましょう。さて、おいこらザドルノフ、一体どこにいるんだお前は。上の方に敵がいるな。あっちにもいて、こっちの方には上の音か、いや捕虜かな。ここはソリトンレーダーで。動くな。オッケー、ソリトンレーダー使ってるからザドルノフがいる、言いづらいな、ザドルノフがいる場合はすぐ分かるはず。上の敵は、あ、見つかっちゃった。うっ、復活。敵発見、応援を送れ。あららら、応援を送る。まずいぞ。敵の視野の広さはちょっと侮ってたな。クリアリングされる。どうしよう、ダンボールとか持ってくればよかったかな。なんかすごく足音がタタタタタタって怖いんだけど。あ、降りてきた。 HQ、 HQ、 こちら HQ。 こちらパトロール、ロストコンタクト、これより警戒態勢に入る。了解、敵はまだ近くにいるはずだ、探したぜ。おお、こわ。こうやって敵に発見された場合はザドルノフがどこかに移動するとかあるのかな。 HQ、 HQ、 撃ちたい。微妙に撃てない。ここはこちらパトロール、異常なし。了解、起動せよ。やり過ごそう。あれ、ここに再配置されちゃった。これさっきこいつをホールドアップさせようとしたら見つかっちゃったから、ここは我慢しようかな。動くな。オッケー。さて上の方の敵はいないかな。おーっとびっくり、まだ他にも捕虜がいるっぽいな。あらら、動くな。おお、助かった。ソリトンレーダーを使おう。おーっと危ない。
がいる。あ、おお、うん、あら動くな。うん、ソリトンレーダーに頼りっぱなしはやっぱダメかな。さて、捕虜はどこに行ったんだ。下かな。エリエのフルトン回収が完了した。と、あ、飛び出せない。せい、ダメか。なんか前は行けた気がするんだけど。もう一回。そう、あ、行けた行けた。開いた。あれ？でも肝心のザトルノフちゃんがいないんだけど。よし、このままだとフルトン回収システムがなくなってしまう。じゃあ村の方に戻ろう。きっとこんな奥にいる捕虜だから役に立ってくれるに違いない。さあ、というわけでどんどん戻ろう。敵はまだ眠っているな。うん、ああいう高いところにいる敵は下を見渡しやすいっていうことを覚えておこう。今更だけどね。逆に下の方にいる敵は上の方を見やすいとかあるんだろうか。横の範囲はともかく上下は結構分かりづらいからね。ステルスゲームは結構この上下に関してはなかなか視野が分かりづらいところがあるから感覚をつかんでおきたいよな。おっと暗闇で穴が分かんなかった。じゃあこっちから村の方に戻ろう。さて、ほいっと、なんか普通にポッと行っちゃったけど危なかったかな。あー、これはちょっと怪しげな。動くな。オッケー。あのオレンジ色のマークはなんでしゃろ。あ、もしかして中を見ろってこと。チコと同じような状態か。何か怪しい物音は聞こえないか。ザドルノフって音とか出すのか。お、見ることができる。おふくろ。フルトン回収システムはあと3つか。さて、じゃあ一応全部ホールドアップさせておいた方がいいよな。あらら、これはまずいんじゃないの。動くな。オッケー、動くな。おお、さあこれで大体がホールドアップできたかな。一応機密書類がないかチェックしに行こう。こういうのやっぱチャネラーっていう能力持ってる人。あれ、おお、いけたいけた。使えばいいんだけど何もない。オッケー。あれ、ここはいけないんですね。あ、いける。なんだろうこの違いは。さあ、じゃあどこを調べていくか。誰もいない。うん、てか未だにこの辺住んでる人がいるのかな、こんな状況だよ。こっちの方は何かないかな。ここはミッション警戒みたいだけど。うん、じゃあ戻ろう。どうしよう、どうしようも何も、ただ見つけ出すしかないんだけど、仮に中にいたとしてどうなんでしょうね。こいつは違う。ソリトンレーダーのエネルギー一気に減ったな。ここかな。いたぞ。いましたか。お、見つかった。はい、というわけで結構きつかったような気がするけど、まあまあまあでしょ。あ、まあまあじゃねえ、ひどいランクだ。結構時間かかっちゃったね。なるほど。まあ見つけられたかよかったかな。ここは多分村
に必ずいるっていうことなんだろうね。で、奥の方に行くと捕虜をゲットできると。はい、カズ、ザドルノフを確保した。油断した。了解、連行を頼む。さあ、というわけでザドルノフを捕まえたことになるのかな。いや、ある意味では最初の1回も含めて5回ってことか。いやー、しかしこれはまあでもいろんな捕虜とか敵兵を捕まえてこれるから、ここで戦力増強にはなるってことだよね。お、いい感じ。研究費、研究開発部門はどんどん強くしよう。お、支援砲撃マーカーの射出機、ランクが高くなるとどういう効果があるんだろう。弾がいっぱい撃てるようになるとか。おお、あ、まあ、まあまあかな。そんなに強い捕虜ではなかった。でも糧食班は結構珍しいかも。入れておこう。こんな感じかな。あとはまあそれなりにやっていきましょう。というわけで、こんな感じで、あ、一応アウターオプス見ておこうかな。確か SS ランクに挑戦してるから。さあ、見せてもらいましょう。はい。さあ、完全に大型兵器同士の戦い。時代は変わってしまったって感じだな。歩兵と人を、なんだっけ、人と機械をつなぐメタルギアとは何だったのか。まあ、もちろん戦車の中には人が入ってるんだろうけど、このゲームでは無人ですからね。お、敵の攻撃力もなかなか高いな。そういえばヘリって、ヘリをこう路獲してくるミッションがあるんだけど、フルトン回収システムが個数が足らなくてどうしても敵を撃ち殺さないといけないんだよね。あれはちょっとなんかどうなのって思っちゃうけど、しかも20体ぐらい出てくるとか、28体だったっけな、多すぎいいと思って。装甲車あたりも20体ぐらいが装甲車の中にぎゅうぎゅう詰めになってるとか、なかなかシュールだけど、そういうところなんかシリアスなんだけどギャグも入ってるところがメタルギアストリートっぽくていいよね。おお、あ、なんでこれ、すげえな。地上の相手と空中の相手を同時に打ち貫くって、うちのメタルギアジークちゃんが半端ないんだけど。なんだ、結構簡単に勝てそう。あ、外す。 SS ランクもこの調子だったらなんとかなりそうだかな。全てのアウターオプス、おお、ちょっと、あー、一撃で破壊された。やっぱり戦車かな。装甲車とヘリはちょっと耐久力ないんだよね。せっかく捕まえてきてもなくなっちゃうんだったら耐久力のある戦車の方がいいかも。やはり硬さかな。お、あ、これは先生の出番だ。お願いします。いやー、オーバーキル。しかしこちらもちょっと被害が出ちゃったな。しょうがない。はい、あ、残念。こういうのってなんか再利用できないのかな。修復できないって言うんだからしょうがないか。はい、 M47 用予備ミサイル、そういうミサイルロケットランチャーがあるのかな。お、おう、そういえば志願者リクルートって一回もやったことなかったな。オンラインでプレイするほど増えますって言うけど、オフラインでやってても1人か2人ぐらいは来てくれるかな。あ、何これ、オンラインに繋がないといけないってこと。 MSF 入隊志願者を募ります。志願者は皆腕に覚えのある兵士たちで、スネークの実力を冷静に見極めようとしています。志願者全員を破ると彼らは MSF の実力を認め入隊してきます。へ、ソルジャーサーチって書いてあるけど何これ。一応やってみる。お、あ、なんだ、別にオンラインにつながるわけではないんだね。エクストラオプス MSF 入隊テスト。お、 CQC と打撃攻撃のみで MSF 入隊志願者全員を降参させよう。待って、入隊志願者なのに入ってくれないの。実力を見せてみろっていうわけ。なかなか上から目線だな。しょうがない。じゃあ売り手市場の国宝を頑張ってやっていきましょう。制限時間以内に全員を降参させることができると参加者全員が入隊する。お、俺たちの噂を聞きつけ、さまざまな場所から入隊を希望する猛者が集まってきている。我が奴らはまずボスの実力を見せてほしいって話だ。身の程知らずな連中にあんたの力を思い知らせてやってくれ。
打撃攻撃か CQC で全員を時間内に気絶させれば俺たちの強力な仲間になってくれる。彼らを失望させないでくれよ。頼むぞオス。うん、なるほど。あれ、エントリーゲートやブリーフィングファイルがない。ひたすら戦うしかないってことか。よし、じゃあ拳で分からせてあげましょう。よろしくお願いします。あ、なかなか。はい、どうもよろしくお願いします。ほら、まずはどうだ。まだ行くぞ。ほら、吐け。いいセンスだ。この状況でいいセンスだっていうのもなかなかいいセンスだ。さあ来い。どうした、かかってこい。これ上半身は脱げないのか。なかなかガッツがあるじゃない。俺の負けです。おお、気絶しながら俺の負けです。さあ、なかなかガッツのある敵だったな。お、ランクなどはない。オッケー。さあ、戻ってきたけど、もう入ってるってことかな。はい。お、新たなスタッフが入隊しました。リクルートによる入隊志願者を採用。うん、なかなかの根性だった。さて、じゃあ今捕まえたというか入ってきたばかりの彼、ちょっと見てみる。これか。お、へえ、思ったよりも強い。というか、うちの中では一番強くね。ライフもメンタルも最初から最強だし。なんだこれ、リクルートやった方が良かったんじゃないか。実戦部隊入れてみよう。わあ、ダントツだ。へえ、性能は、おお、スワット、CQC の攻撃力が上昇。敵の手足を攻撃時与えるダメージが増加。ローリングで敵をダウンさせることができる。味方とスネークシンクロすることの時間が短縮される。本スキル所有者の数に比例してローリングとスネークシンクロ以外の効果が増幅される。はあ、なんだ、めっちゃくちゃ強いじゃん。攻撃力もすでにスネークを超えてるレベルで S ランクだし。はあ、なるほど。チャネラーも持ってる。何これ、へえ、なんだ、リクルートしとけばよかったな。これはね、これから敵兵を捕まえてくるんじゃなくてどんどんリクルートしよう。これって実戦部隊向きの人しか出てこないのかな。そうなるとちょっとね、実戦部隊って強くしてもそれほど何かこうメリットがあるわけではないんだよな。まずは研究開発部門のレベルを上げたいんだけど。そっか、じゃあ今までこのチャネラー要員として使っていた彼女は本来の医療班に戻しましょう。おお、なんだ、いいじゃない。じゃあ君は降格処分だ。ひどいね、ひどいけどこれがしょうがない。50人までしか入れられないから。よし、最近どうよ、ザドルノフ。ザドルノフは今だったら仲間になってくれれば諜報班に入れてもいいんだけど。あと開発部門もあるのか。はい、というわけでこんな感じかな。ザドルノフ関係のお話はどれぐらい続くのかわからないけれど、あ、結構 GMP がカツカツだな。どうしよう。まあしょうがない、これは作れないですね。マイナスになっちゃう。ソリトンレーダーはどんどん開発レベルを上げていってバッテリーの消費量を下げていこう。よし、 OK。 じゃあ今回はこれまでにしておこうかな。まあ多分エクストロープスを進めていけばまたザドルノフは逃げ出すんじゃないかなと思うので、どの辺まであるんだろうね。678、うん、どうだろう。付き合うだけ付き合ってみましょう。じゃあ今回はこれまでにしておきたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。